本日は鹿児島戦に参戦した時の私の日記を紹介したいと思います。なんか夕方のユアテックスタジアムってロマンチックね。はい、そして私がスタジアムに着いたら必ずすることはメガレモンサワーかメガハイボールかどちらか選ぶです。ありがとうございます。はい、この日選ばれたのはレモンサワーでございました。お口の中さっぱり夏を味わいたいという思いも込めてレモンサワーでございます。嘘です、今考えました。そしてこの中で私が毎回頼むものは何でしょうか。もちもちカレーボール一つお願いします。はい、もうこれが本当に驚異の美味しさで、私毎回来た時絶対必ずこれを頼んでしまいます。大好きです。これこのね、もちもちの生地の中にね、甘口のカレーが入っておりまして、生地もちょっと甘めでね、なんかドーナツ食べてる、カレー食べてる、え、もう全部食べてるじゃん、最高ってなります。すごいカレーパンマンみたいじゃない、これ。この食べた後すごいカレーパンもみたいになってる。そして私はいつもこの量に驚かされるんだよね。これもう本当に洗面、これ持って帰ってお風呂です、これ洗面器になれるよっていうくらいのね、キャパのレモンサワーとかハイボールをいつも飲みます。すごい大容量です、ありがとう。このね、日のスタジアム、太陽が沈む前、めちゃくちゃ私天国におるってなりました。お差し入れでもうすごいね、夏の涼しげのもうゼリー、めちゃくちゃ美味しいゼリーをいただきました。本当にありがとうございました。これナタデココも入っててもう最高でございました。金魚鉢カワチーバエでございます。ほんでおつまみにどうぞってね、よっちゃいかをねくれた方がいて、本当にありがとうございました。よっちゃいか大好きですしね、見ながらおつまみにさせていただきました、ありがとうございました。そして七夕祭りで見たあの短冊がユアテックスタジアムにも遊びに来ておりました、ね、逆にこの目線であの選手たちの願い事が見れるというね、じっくりじっくり見たぞ。まさくんみたいになれますように、カワチ。怪我をしないとね願ってる方も多かったですね。本当サッカー選手は怪我がね、あの心配ですからね。みんなの願い叶え。ベガルタの由来は仙台七夕のベガとアルタイルからなっているというもの、素敵でございます。そしてハーフタイムに差し掛かったんですけれども、こちらでね後半戦に飲むお酒を選ぶんですけど、いつもは浦かすみさんもいただいてるんですけども、今日はないのでメガハイボールでという感じでやらせていただきます。こちらではね、一つお酒を頼むと一つおつまみがもらえるのでね、もうせっせこせっせこいただいちゃいました、ありがとうございます。こちらのね、どこから見ても私にとってのエナジードリンクで後半戦も全力で応援していったりおりました。そして試合は無事1対0で勝利することができました。本当にね、この試合は感動した試合だったわ。いつも YouTube 見てくださっている方からこちらのぼやぼやのかまぼこをいただきました。本当にありがとうございます。お声かけしてくださった皆様、本当ありがとうございました。嬉しかったです。こちらだ、父ちゃんにね、勝利おめでとう乾杯ビールをね買っていきの、2本くらいかけるか、ちょっと贅沢ね、プレミアルムムムムムムルツを買いの、そう思わせつつの、しっかりと自分の飲みたいものを買って帰るというね。ではここからはね、帰った時の晩酌タイムでございます。ぜひご覧あれあれ。ちょっと待て、とりあえずさティッシュオフさせて、汗と油と涙でギトギトよ。とりあえず乾杯しましょう。こちらコメントでですね、タコハイのつぶれ梅飲みましたかと、いただいて、まだ飲んでないと思っていただきます。気になって買っちゃいました。とりあえずそれを乾杯に。乾杯。よかった。乾杯です。梅。梅だけにじゃないんですよ、本当にもう。梅だけにじゃないんですよ。ゴールキーパー2人をめちゃめちゃサポーターの皆様がスタジアムが揺れるほどの声援でたまらんかったですわ。ですし選手の思いやり、選手の思いやり。選手方の思いやりにちょっと泣けたですね、本当に。マジでスタジアムもみんなで掴み取った
勝ち点3っていう、あのよくあるじゃないですか、もう本当に言葉とかで言いますけど、みんなで勝ち取った勝ち点3みたいな感じで言いますけど、本当にそれが伝わりすぎる試合でした。いただきます。あの有田選手も本当にいけーってやっぱ叫んだところもいっぱいありましたし、シュートも惜しいところだし、あのエロン選手のあの攻める時にサポーターの方がエロン頑張れーっていうあの声もめちゃくちゃ感動的でした。え、なんかサッカー語れだしてるねえねえねえ。でさ、私ちょっと今回さ、自分の成長を感じたところ言っていいですか？マジで拍手でかい、マジで拍手でかい。私でかくなった、なんかだけででかいんですよ。なんか脱力してだけででかいんです。爆発音、爆発的脅威、マジでなんか響かせている気がする。なんかサッカー語れだしてる。今回の試合においてのあの自分の成長を感じたところですかね。拍手が爆発的。でも見て、でかくない？やばい、うるさいの口だけじゃなくて手もうるさくなっちゃったという感じでやらせてもらってます。これからも応援していこうと思いますので、今日は本当に勝ってよかったです。ね、これからも応援し続けていこうと思います。本当に今日は感動的な試合をありがとうございました。